3試合を戦い、ワールドカップアジア最終予選の首位をキープしている日本代表。5位のオーストラリア代表は中国代表に3対1で逆転勝利し、2位に浮上。バーレーン代表とインドネシア代表の試合は2対2の引き分けに終わった。10月15日火曜日に行われる第4節は、1位の日本代表と2位のオーストラリア代表が対決し、サウジアラビア対バーレーン、インドネシア対中国の試合が行われる。以下、第3節終了時点の各国の反応や思惑をご紹介する。サウジアラビア人の反応。日本代表の試合は最終予選のベストマッチでした。今のサウジアラビア代表チームには満足しています。このスポーツ評論家をどこか遠いところに連れて行け。この試合で満足するのはおかしい。私たちはただの負け犬だ。違います。最終予選で必要なのは試合の内容よりも結果です。後半のサウジアラビア代表は1本も枠内シュートを打てなかった。それにもかかわらず私たちのレベルが良かったというのか。私には日本代表が最小限の努力で勝ち点3を奪ったように見えた。日本代表は試合の進め方を私たちに委ねたのだ。そして私たちのミスを見逃さず望むものを全て掴み取った。サウジアラビア人は歴史ある日本代表と比較しないでください。あなた方の居場所はキッチンにあります。前半のサウジアラビア代表のシュート数は日本代表の2倍だった。確かにマンチーニ監督のサッカーとしては内容が良かった。ただ私たちのベストは日本代表よりも弱いことが証明された。サウジアラビアの選手の体力には限度があり、クラブの準備不足、夜更かし、そしてひどい食事で疲れ果てている。アルヒラルや今まで大きな恩恵を受けてきた世代が終わったのだ。ここから復活するためには何年も時間を必要とする。私が気にしているのは最終予選で2位になることを受け入れているマンチーニ監督の敗北主義的な発言です。私はマンチーニ監督の発言を逆の意味として認識している。マンチーニ監督はサウジアラビア代表を誘拐している恐ろしい人間だ。試合が行われている最中に帰るのは当然の権利だ。サウジアラビア代表に納得しないものはボイコットを続けてくれ。日本代表に負けてから私たちはマンチーニ監督の解任を要求する人々の手によって敗北している。人類よ、世の中には20年間準備してきたチームがあり、ドイツやスペインに勝って頂点に立ったチームがあるのだ。理性と論理を守ってくれ。あなたが今褒めているのは日本代表のことですよね。私たちが2021年に勝利した国に負けるのは受け入れることはできない。日本人記者、あなたは高い給料をもらっているのにチームの業績は低迷していませんか？マンチーニ監督に質問した日本の記者に感謝。彼の父親に感謝。日本の記者の勇気を称えるべきである。サウジアラビアのメディアはこの本質的な質問をすることを躊躇している。日本では報酬に対して義務が発生する。日本人が使ったスタジアムのメディア席もきちんと整理整頓されている。アルゼンチン代表を倒したあの日々はもう過ぎ去ってしまいました。戻ってくることをどれほど願っていたことか。11月22日はアルゼンチン代表を倒した日。この日を忘れたサウジアラビア人は地球上に一人も存在しない。年末に行われるガルフカップはクウェートが優勝します。神が望んでいます。このチームを破壊しアルゼンチンを倒したエルベグナール監督を追放した者を十字架にかけるべきである。私たちサウジアラビア代表は負けました。しかし希望は残っています。オーストラリア人の反応。新監督に就任したオーストラリア代表のポポビッチ監督、初戦で中国代表を相手に3対1で逆転勝利しました。よくやってくれた。これでワールドカップの出場権を獲得するためのレースに復帰することができた。中国代表を相手に先制点を奪われる地獄のような前半だが、前半アディショナルタイムに同点に追いつくことができてよかった。再びワールドカップに出場するという希望が復活した。正直めちゃくちゃ安堵している。日本代表がサウジアラビア代表に勝利してくれたおかげでオーストラリア代表が2位に浮上した。バーレーン代表に負けてインドネシア代表と引き分け、あの恐ろしいスタートの後に2位になるなんて本当に信じられない。私たちは勝ち点5を失った。本当だったら今頃3連勝で日本代表と同じ勝ち点9を獲得していたはずなのに。ホームの試合を見に来る観客は気楽な人間が多い。メキシカンウェーブをやったり普段リーグ戦を見に来ない層の人間だ。ポポビッチ監督をどう評価するかは悩ましい。オーストラリア代表はただ幸運だっただけかもしれない。結果はともかく選手交代による意図は明確で、彼の采配によって主導権を獲得するという意欲が感じられた。システムを変更したことで選手の立ち位置が改善され、今までよりもスムーズにパスをつなげることができるようになった。バックパスが明らかに減っている。後半はプレーに新鮮さを感じることもあったよ。次のオーストラリア代表の相手は日本代表だ。グループステージの首位チームを相手にどこまで戦えるか楽しみだ。現実は素晴らしいもので、現時点で日本代表を止められる国はどこにも存在しない。
もうすぐ私たちは日本代表の手によってひどいことをされてしまう。ギロチンは80年前に廃止されたはずだ。これは日本代表が得失点差を独占しているということでいいのか。日本代表はイカれている。どうしてアジアサッカー連盟に所属しているんだろうか。オーストラリア代表が 3-4-2-1 でプレーするには技術的能力があまりにも不足している。中国代表はかなり弱くてやりやすかった。サイドからしか攻撃できないと思ったが、中央突破もできた。最終予選で追い込まれているのは中国代表も同じで、勝ち点を取りに来た彼らにはミスが発生していた。左サイドで起用されたイラン君だはプレーに迷いが見られた。まだ日本代表戦で活躍することはないだろう。46,000人の観客の前で地元の選手であるクレイグ・グッドウィンが素晴らしいゴールを決めてくれた。クレイグ・グッドウィンはワールドカップでフランス代表を相手にゴールを決めたが、それに匹敵するほどの重要なゴールだ。前監督であるグラハム・アーノルドに向けて今までの感謝を伝える横断幕が用意されていたのが良かった。グラハム・アーノルドはフース・ヒディンクと同等かそれ以上の成果を上げた。彼は尊敬に値する人物だ。8年ぶりに代表に復帰したジェイソン・ギリアがかなり安定していた。日本代表との戦いでは先発するべきだ。技術的に日本代表でも通用しそうな選手はアイディン・フルスティッチしかいない。彼を先発で見たい。ボールをキープしたり走って相手を引きつける選手が不足している。フルスティッチの出番だな。右ウィングバックのルイス・ミラーは当たり外れが大きい。右サイドの守備を懸念している。日本代表と私たちでは大きな戦力差がある。奇跡が起きなければ引き分けることすら難しいかもしれない。すでにストレスが溜まっている。王立オーストラリア海軍とヤマトが対決するようなものだ。11月のサウジアラビアとの試合で勝つ必要がある。ワールドカップ出場が決まった後の日本は B チームだから難しくないだろう。日本代表の B チームなら2-0で勝てる。日本と一緒に2026年のワールドカップに出場しよう。日本代表はワールドクラスのチームであり、オーストラリア代表のようなひどい守備では持ちこたえることができない。ポポビッチ監督は0-0の引き分けを目指すだろうし、私もそれを受け入れることにする。1週間で3大陸を移動する選手たちのコンディションが心配だ。日本戦は5バックにしてひたすら守備に専念するしかない。日本代表とは1968年から対戦しているが、日本で開催される試合でオーストラリア代表が勝利したことは一度もない。最悪なシナリオだが、オーストラリアは次の日本戦の結果次第で5位に転落することもありえる。サウジアラビアとバーレーンが引き分けて勝ち点5、インドネシアが中国に勝利して勝ち点6。オーストラリア代表は勝ち点4のままで5位。普通にあり得る展開だが大丈夫か。得失点差がマイナスになっていないのはオーストラリアとインドネシアだけだ。日本戦で待ち受けているのは絶望だよ。バーレーン人の反応。バーレーン代表はホームでインドネシア代表と2-2の引き分けでした。アディショナルタイムの99分に同点ゴール。私たちはメンタルの強さを証明した。バーレーン代表はシュートを24本放ち、帰化選手が多いインドネシア代表を圧倒した。勝ち点2を失ったことは残念だが、次のサウジアラビア代表はガルフカップで勝利したことがある。戦いやすい相手だ。2ゴールを決めたムハンマド・マルフーンはなんて素晴らしい選手なのだろうか。彼が40メートルに近い距離から決めたフリーキックはメッシ級だ。国内リーグにいる選手はあまり頼りにならないが、クウェートの名門クラブにいる彼にはゴールを決める才能がある。悔しいな。私たちはインドネシア代表に勝利し2位のポジションを獲得するはずだったのに。インドネシア代表の罠から抜け出すことはできたが、このままだと4位をキープすることは難しい。実質的なライバルはインドネシア代表で、アウェーで引き分け中国代表に2連勝することが肝心だ。インドネシア代表はバーレーンから直接中国に向かうが、またたくさんのドラマが生まれてほしい。インドネシア人はどうして至る所に現れるのだろうか。インドネシア人の反応。インドネシアのサポーターが13分間で13万7000件のコメント。これはソーシャルメディアの新記録か。誤審が疑われたオマーン国籍の審判は SNS のアカウントを停止した。インドネシア国民の審判に対する憎しみは恐ろしい段階に達している。インドネシア人は主導によるサイバー攻撃をやめなさい。ハニー、どうして朝から一日中そんなに不機嫌なの。あとちょっとだったんだ。アディショナルタイムに失点さえしなければインドネシア代表は2位に浮上していたんだ。今まではベトナムやタイ代表に引き分けたり勝ったりするだけで大統領選挙のトロフィーを手に入れたような気分だった。朝からなぜ人生は不公平なのかを考える。兄は試合が終わった時に泣いていた。インドネシア代表はどれだけスロットを回しても引き分けしか出てこないんだが。落ち着いてください。インドネシア代表は毎月アップグレードを実施しており、次のバーレーン戦では10-0で勝ちます。バーレーン代表はカタールと同じだ。
FIFA ランキング129位のインドネシア代表に卑怯なことしかできない。今までは帰化選手よりも地元の選手を使って欲しかったけど、考えを改めることにしたよ。次の試合で中国代表に勝つのは当然として、3位のサウジアラビアと4位のバーレーンはどちらを応援すればいいんだ。サウジアラビア代表が負けるのが望ましい。だがバーレーン代表を応援することはできない。もうアラブ人の審判に対する不信感を取り除くことはできない。全部ホームで試合を行いたい。バーレーンとは大変なことになってしまった。彼らがインドネシアに来た時に何が起こるかわからない。中国人の反応。中国代表のシェメンノンがオーストラリア代表を相手にゴールを決めた。先制点だ。オーストラリアの実況がファンタスティックフィニッシュと解説している。これは現実なのか。ワールドカップアジア最終予選で初めてのゴール、希望が見えてきた。サウジアラビア代表との試合でもゴールを決めただろ。ああ、あれはオンゴールだったか。ここまで2試合で0ゴール、5位のオーストラリア代表、2試合で9失点、最下位の中国代表。最も切れ味の悪い槍と最も壊れやすい盾が戦った結果は3対1でオーストラリア代表の勝利だ。中国代表は負けるのが正常、勝つのはバイオハザード。中国代表が1ゴールを決めてオーストラリア人と中国人を驚かせただけでも私は満足だ。オーストラリア代表のキャプテンがチャン・ユーニンのポストプレーを褒めてくれた。信じられない。これがオーストラリアの空港で居合わせた一般の中国人に中国から来た留学生と勘違いされた代表選手とは思えない。チャーター便を使わなくてもこれだけ上手にサッカーができるんだから、半日かけて民間機を使ってよかったな。オーストラリアのディフェンダーも不器用だったし、チャン・ユーニンはエウケソンの後継者だ。中国サッカー界の危機だ。オーストラリア戦の SNS の検索数は孫エイサよりも低い。孫エイサは1000万回の検索数、中国代表は150万回。孫エイサって誰ですか？卓球の選手ですか？あんまりよくわからないけど、多分重量挙げの選手だと思う。卓球の女子団体決勝で日本代表が3対1で勝ったのか。サッカーのオーストラリア代表戦とスコアが一緒だな。もはや卓球でも中国代表は終わりなのか。中国人は男子サッカーに対する自信を失っただけでなく、忍耐力が失われ、今では無関心の域まで達している。昔はあんなにサッカーが好きな人がいたのにどこに消えたんだ。みんな惹かれていなくなってしまった。中国人と日本代表。サウジアラビア代表との試合に出場した日本の選手は16人全員が普段ヨーロッパでサッカーをしている。そのうち10人は5大リーグでプレーしており、最も市場価値が高い81億円の久保は2分だけ出場した。日本は高橋陽一の漫画の実写版だ。それならブンデスリーガの覇者バイエルンミュンヘンのキャプテンは中国の周春光だ。あの漫画は面白いからもっと人気が出てほしい。サウジアラビア代表は日本に先制された後、80分間も日本代表の守備練習に付き合わされた。人種が問題なのではなく、サッカーをしている人が問題なのだとよくわかる。サウジアラビアが3回連続でシュートを放ったが、ブロックした日本の選手は毎回ハンドを警戒して手を後ろに構えていた。一方、中国代表は記者になりすました謎の男が記者会見で21歳の新人選手を厳しく叱りつけた。日本代表の順位が羨ましい。圧倒的な攻撃力でダントツの1位だ。アジアで負けてニュースになるのは日本代表くらいだ。中国代表は7点も日本代表に侵攻してしまった。中国のホームで日本代表と対戦したらまた ATM 扱いされると思う。ワールドカップアジア最終予選は中国代表が参加できる最高の舞台だ。18チームに選ばれたことを誇りに感じている。飛び込み競技の採点を思い出した。最高と最低のものを取り除いて平均値を求めるんだ。1回も負けていないオーストラリア代表とインドネシア代表は侮れない。みんな焦ってはいけない。残りの試合に全部勝てば勝ち点21を獲得できる。日本、サウジアラビア、オーストラリア、この試合の順番で3連敗は想定の範囲内だっただろう。そのうちワールドカップの出場国も98チームに拡大する。それまで中国代表が FIFA ランクの100位以内をキープできるか見てみよう。すみません、サッカーに詳しくないのですが、中国代表は理論的にワールドカップに出場する可能性はありますか？中国代表はおそらく全勝する。もしくは7試合戦った後に新記録が生まれる。